敬礼を行う日本の海上自衛隊山及び、それに対し、闘礼を行いながら歩むアメリカ海軍将校、敬礼で出迎える白服の人物に、闘礼を行う日本陸軍将校。また、護衛の憲兵は、陸軍将校に対し、敬礼を行っている敬礼とは、相手に敬意を表すこと。一般的には、海の者が上位の者に対して行う動作を指し、受礼者たる上位の者は、 この、敬礼に対し、当礼で答え、また、同意のものでも相互に、敬礼は交換し合う。日常の動作では握手、お辞儀などが含まれたに、礼ということが一般的であるため、敬礼と称す場合には特に近代以降の軍隊などで行われている、挙手の敬礼を指すことが多い。本記事では主に日本の軍隊礼式について記述する。再敬礼1943年。 イギリス国王たる海軍元帥ジョージ六世に対するイギリス海軍における各種の敬礼水明一般的には握手やお辞儀の敬礼を行う。握手、お辞儀ともに東洋、西洋で古くから行われていた行為であるが東洋においてはお辞儀が西洋においては握手が広く行われる。古くは敬礼なども行われた。また、神、仏ッや僧などを敬いを拝む。 意味の敬礼もある。日本では状態を傾ける角度により重度の、えしゃく30度の、敬礼45度の再敬礼があり、角度が大きいものほど敬意が深いとされ、場面により使い分けられる。軍隊においては、一般的な挙手の敬礼のほか、銃、刀、槍、旗などや各種兵器を用いたもの、手、腕ではなく頭、視線、体勢で表現する、もの、個人、 団体によるものなど、多種多様な敬礼が存在する。特に家宝を用いたものは、礼法と称す。敬礼は、受礼者が到礼してから、元の姿勢に服するまで続けるべきであるとされている。この軍隊礼式を参考として導入しているものは、準軍事組織や警察、消防などの公的機関だけでなく、警備会社や交通会社といった民間の組織などもある。 内閣総理大臣に対する隊の敬礼自衛隊では、自衛隊の礼式に関する訓令に基づき、以下の礼式が定められている。おおむね、アメリカ軍及び事実上の前身である、急日本軍の礼式の影響を多分に受けている。捧げつつの敬礼着検捧げつつの敬礼挙手の、敬礼挙手及び、頭右、旗の敬礼軍旗の敬礼。手前の連隊長以下将校と、 見習い士官は、投げ刀、後列の歌詞官兵の打ち立て基本文者は、捧げ刀、他は、着剣捧げつつを行っている。旧日本陸軍における、独自の礼式としては、主事の遠隔があるが、陸軍礼式例によると、第四章に軍旗に関する敬礼が定められている。旧日本海軍においては、通則として、君が世の総額、水槽を聞くときは姿勢を正すこと、 上官に対しては敬礼し、上官はこれに答礼し、同級者は相互に敬礼を交換すべきであるとされる。軍官の敬礼は、花輪に対して敬礼を行うアメリカ空軍大佐と上級部隊等再選任上級総長ほか、敬礼の形が大きく異なっている陸上自衛隊幹部の恒礼。敬礼に対し上位者が行う恒礼であるため、肘は張らずに指とでも伸ばさず、 力を入れない形になっている、敬礼を行うアメリカ海軍の軍人。敬礼の形は、各自大きく異なっている、巨種の敬礼は、軍隊の敬礼の中で最も有名なものである。この敬礼は、近代的軍隊の発祥地であるヨーロッパにおいて、鎧を装着した騎士が王族や貴族に配列する際、鉄兜の目の保護具である鎧戸を持ち上げるその仕草が、短所とされる。 イギリスでは王、女王に騎手が液見をする際、自らの額に右手の甲を当てて手のひらに武器を握っていないことを証明するために行われていた。会の者より、敬礼を受けた受礼者たる上位の者は、例外を除き、当礼を行う。受礼者が行う当礼は厳密には敬礼と異なるものであるが、動作がほぼ同様であるため一般的にはこれも、 敬礼と総称されることが多い。また、上位の者が行う、当例及び同位の者同士が交換し合う、敬礼の場合、動作や形は、下位の者が行う、敬礼と異なり、力まず簡易なものになる場合も多い。軍隊組織において、挙手の敬礼の形は、基本が定義され、新入隊者は教育隊などを含む、各部隊や軍学校にて、まず敬礼の教育、 指導を受けるもの,の、のあくまで癖、思考、体格も異なる人間が行う動作であることから、同じ軍種職種階級であっても後々形に相当の差異が生じることは珍しくはない。そのため、軍隊組織において確一的な挙手の敬礼の形というものは厳密には存在しない。例として、以下の3枚の画像は、当例を行うアメリカ海軍将校を捉えたもので、 あるが、各自の、東領の形は全く異なることが確認できる。日本では明治初め、西洋を模範とした近代軍隊である陸海軍県軍の際に導入された。脱帽時には巨住の敬礼をしてはならず、恵尺、お辞儀の敬礼をする。日本以外の軍隊などにおいては、脱帽時にも行うところが多い。国によっては、負傷などの理由で右手を使えない場合、 左手で挙手令を行うよう定めている場合もある。手のひらの向き手のひらを下方に向けるか前方に向けるかという差もあり、アメリカ軍や自衛隊など多くの国では手のひらを下方に向ける。フランス軍とその霊式を採用した国のほか、パキスタン軍やベトナム軍、イラク警察などでは前方に向ける。イギリス軍のように歴史的経緯から、陸軍、空軍は前方へ。 海軍は下方に向けるといった国もある。現在のインド軍は第二次世界大戦以降に編成されたが、急走四国であるイギリスの影響で、各軍の手のひらの向きはイギリスと同じになっている。急に本陸軍視察に訪れた陸軍大将、東条秀樹に対し、出迎えの陸軍将校、陸軍軍属高等官一同が、敬礼を行う姿。陸軍大将は、 その、敬礼に対し、当礼を行っている、日本陸軍の陸軍礼式礼では、挙手注目の敬礼は姿勢を正し右手、正位疾病により右手を使用し得ざる者は、左手を上げその指を接して、伸ばし触手と中指と、を、棒のひさしの右側に当て手のひらを、やや外方に向け中を肩の方向にて、略、その高さに等しくし頭を向けて、受礼者の目もしくは敬礼すべき者に注目すと、 定義されている。なお、元水陸軍大将、寺内正武は、右腕が不自由だったため、左手を挙げて、敬礼を行っていた。旧日本海軍イギリス陸軍将校に対し、敬礼を行う、海軍士官及び、陸軍将校、陸軍軍属高等官。車川付け検体を着用した、前列左端の2名と右端の1名が、海軍士官であり、 中央の3名及び、後列の2名はそれぞれ陸軍将校、軍属であるが、敬礼の形は、陸海軍艦で、大差はない。なお、陸軍将校、軍属官においても、敬礼の形は各々異なっている、日本海軍の海軍霊式霊では、挙手注目は姿勢を正し、右手を上げ右肘を、右下に、右前腕及び、手のひらを一線に保ち腰を伸ばして、 これを接し手のひらを左方に向け触手の第三関節を、棒の上全部または、ひさしの右へりに当て頭を向けて、受礼者の目または、敬礼を受け食え着物に注目すと、定義されている。なお、海軍では、艦内は狭いため極端に脇を締め肘を張らない、挙手の敬礼をするとされることが、これは、俗説ないし、特定の場面で、そのような敬礼が行われたに過ぎない。 海軍霊式霊では上述の通り、脇を締めるといったことは定められていない。また、実際に、当時の海軍軍人が陸軍と同様の敬礼を行っている姿が多数確認できる。特に2枚目画像では、沈没直前の危険な状況で、乗組員が密集した状態であるが、大多数の将兵が脇を大きく開け中を肩の位置で、高く水平に張る、挙手の敬礼を行っている。 また、逆に、日本陸軍において、主に受礼者が脇を締めた敬礼を陶霊として行っている姿も、ある。自衛隊航空自衛隊幹部に対し、敬礼を行う、陸上自衛隊幹部及び海上自衛隊幹部。海事幹部の敬礼は肘を大きく張っており、陸海自衛官の敬礼の形に大差はない、敬礼ないし、陶霊を行う。 航空自衛隊幹部特殊な形式の例警察の例式は基本的に軍隊の例式に準じている。日本では警察例式に定めがある。消防庁では消防理員の例式として警察と類似した例式を制定している。日本の消防団では消防理員の例式を簡略化した動作を採用している。沿岸警備隊では 自国海軍の礼式を取り入れた国もあるが、独自の礼式とすることもあり一定していない。アメリカ沿岸警備隊では、アメリカ海軍と類似した敬礼を採用している。海上保安庁では、海上自衛隊と類似した敬礼を採用しているが、潜水士は、ウェットスーツ着用時のみ、右拳を左の鎖骨の下に当てる敬礼となる。これは、 宇宙戦艦ヤマトのクルーの敬礼を真似て採用したという説がある。なお海上自衛隊の潜水員はウェットスーツを着用していても通常の敬礼を行う。民間でも聖望を着用する職業では軍の礼式を取り入れている組織がある。ボーイスカウトでは右手の親指と小指をつなぎ、残りの三指は伸ばす三指の敬礼を行う。 なお、敬礼したまま左手で握手をすることが多い。カブスカウトやビーバースカウトは2種の敬礼。海洋少年団でも類似した敬礼を採用している。ピオネールやその類似団体の挙手の敬礼は挙手の敬礼に似ているが、手のひらを額の前にかざす点が異なる。遠くを見るため目の上に手をかざす所作を取り入れたものという説がある。鉄道会社やバス会社の車掌。 運転士は頭を下げる代わりに挙手注目の敬礼をする。バス運行中にすれ違う同僚とお疲れ様の挨拶を交わす場合は軽く手を上げるだけということが多い。JR 各社では警察礼式に近い形式であるが肘の角度には個人差がある。民間船員の挙手注目の敬礼は海上自衛隊と同じく肘を張らないのが特徴である。馬術では 例が重んじられる。近代オリンピックで見られるようなブリティッシュ馬術の競技会では、すべての競技者は審判長、または隣席の国家元首に対し敬礼を行わねば、ならない。敬礼は起乗したまま行われる。競技者が男性の場合、ヘルメット着用時には挙手注目の敬礼を、トップハット、または山工房着用時には脱帽して前傾する、敬礼を行う例が多い。 女性では指を揃えた右手を横斜め下に伸ばしつつ前傾する敬礼を行う例が多い。なお、馬場馬術競技においては、手綱を片手にまとめて取って敬礼を行うよう規則付けられている。競馬においては馬上では保護棒を取って頭を下げる。下馬した状態では膝をついて頭を下げる。中世の誓いにおいては当初ベラミー式敬礼が行われていたが、 ナチス式敬礼と似ていたことが問題となり、フランクリン D ・ルーズベルト大統領により1942年6月22日から右手を心臓の上に置く姿勢に変更された。アメリカの SF テレビドラマシリーズ、スター・トレックに登場するスポックが敬礼として行う、バルカン式挨拶は熱心なトレッキーの間で敬礼として使われ、スター・トレック以外の作品にも、 パロディとして登場している。メキシコでは民間人の統例に土偶式敬礼が用いられている。アメリカの公民権運動において黒人が黒人差別に抗議する意思を示すため拳を高く掲げる行為はブラックパワーサリュートと呼ばれる。アメリカ海洋大気庁の調査船を放水で出迎えるサンディエゴハーバー警察の消防艇。民間船が 軍艦に対して国旗の上げ下げで行うものと人間が行う投章例がある。国旗例では民間戦則が国旗を下げた後、軍艦側が同じことをしたのを確認を上げることで完了する。入港の歓迎として消防艇による放水が行われることもある。航空機では低空飛行中に操縦士が挙手の敬礼やハンカチを振ることが行われていたが、 高速化に伴い飛行中にキャノピーを解放できなくなったため何度かローリングして翼を振ることが行われている。仏教においては、右将と左章を合わせた合唱が基本的な霊式である。神道においては一般に二杯に拍手一杯が行われる。海軍が号令の前に叱るべき節で吹く細長い小笛。指揮官などの原文総ゲージにも使用される。 基本原則として、左官や遺官への敬礼はたとえ銃を傾向していたとしても縦銃のまま当中の敬礼を行うのが通例であるが、駐屯地創立記念行事における関越式においては、関越官たる駐屯地司令、部隊長の希望によって捧げつつによる敬礼を行う場合もある。無論に栄誉礼ではないことから官府及び祖国は演奏されず、 通常の敬礼動作として扱われている。また、受礼者が、召喚の階級にある搭載官であっても、訓練開始式等における搭載官への敬礼は、捧げつつではなく等中であることから、捧げつつの敬礼そのものは、出従時における栄誉礼として実施される場合における敬礼動作と見るのが筋ではある。中隊等において、副中隊長、 運用訓練幹部等への敬礼を行う場合は、挙手の敬礼を行う。連隊大隊における、副連隊長への敬礼も、基本的には、挙手の敬礼になるが、式典においては、当中の敬礼を行う場合もある。一佐の幕僚長に対する敬礼は、挙手の敬礼となるなど、必ずしも部隊長の階級ではなく、役職に対しての敬礼であるため、階級上は、 当中の敬礼を行うと思われる事例においても、挙手の敬礼を行う場合がある。当の号礼で、受礼者へ体を生態させ、中の号礼で、重度の敬礼を行うのが、本来の姿である。ただし、受礼者の当該国家や、君が世が演奏される場合においては、正面に対して、敬礼を行う。ご署名原本、大正3年、直令第15号、海軍礼式令。 ご署名原本、大正三年、直令第十五号、海軍霊式霊、p 十六、自衛隊の知識第九回自衛隊の階級って、防衛省消防訓練霊式の基準、消防庁防災、消防団霊式の基本動作市民情報、戦没指揮霊。新たな、スペシャル海猿が誕生したイコール横浜市の、海上保安庁。 第三管区海上保安本部、海猿で脚光。特殊救難隊の、卒業試験朝日新聞海洋環境研究室。鹿児島大学水産学部平成22年度、ジュニアリーダー研修会を置いた海洋少年団。北海道新幹線、夢かなった一番列車の運転手と、車掌毎日新聞外交貨物船。船長の仕事を聞く多彩な業務と、船内生活。 働き方なり方、魅力は乗り物ニュース国際馬術連盟、ゼネラルレギュレーションズ 22ND エディション、アーティクル127.1国際馬術連盟、ルールズフォードレスジイベンツ 22ND エディション、アーティクル430.4、4 3 0 1例。ありがとうございます。